ということで、出す、出す、出す、データベースアズサービスってことで、こんばんは。いやー、このね、これが、ついに本日、あ、画面つけてなかった。スイッチの画面をつけていないという、ある?そんなミス。スイッチの画面つけてないミスってあるのかな?あったんだけど、どういうこと?うん、スイッチの画面つけてませんでした、今。どういうことかと言いますとね、OBS の画面で見てたわ。うん、モニター、スイッチの画面が映ってると思ってるモニターを見たら何も映ってなかった。Windows の背景映ってた。桃飴さん、3回サブスクライブ、ありがとうございます。ということでね、今はまだコメントできる皆さんも、今日、申し訳ないんだけど、サブゲンで、コメントサブゲンにさせていただくので、そのあたり申し訳ないって感じで、はい、サブゲン、ドーン、あざす、あざす、あざす。こっからサブゲン。ってことでね、よろしくお願いします。いやね、今日はね、このゲームやるんですけど、皆さん知ってますか、このゲーム。牛タン賞さん500ビッツありがとうございます。知ってますかね?ね、この、まあ、マリオ率いる、総勢90名もね、ある、90名のキャラクターが登場するね。まさか、もう、タイトルの垣根を越えた、格闘、いや、アンチ格闘ゲームともいえる、大乱闘スマッシュブラザーズの左にあるこのゲーム、ムーン。知りますか?知りますかってなんか知ってますか?自分は知らないです。何も情報ないです。今んとこ。あの伝説のアンチ RPG が、ニンテンドースイッチに復刻みたいな。あの、ニンテンドー、なんだっけな、ニンテンドーダイレクトの下りしか知りません。まあ、その状態でやってみるんですけど、どういう感じなんだろうなっていうのが、うん、いやー今日はもうねやるわ。今日ラッターがさデトロイトビカムヒューマンやってんじゃん。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。俺あれ見れないじゃん、やってないから。だからもうちょうど裏番組としてねやります。ピニさんサブスクライブありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。バコツボこんばんは。9993 2回サブスクライブありがとうございます。どうしようこれ。なんかすごい、浸った方がいいゲーム、これ。浸った方がいいゲームなら、ちょっと今、恐縮ながら通知を一度オフにするんですけど。デトロイトやる予定ないとは言い切れないからさ。まあ、どうしようかな。まあ、とりあえず起動してみますか。ポチ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゆま姉さんティア2サブスクライブありがとうございます。後半は切ってもいい。なるほど。アスキーソフトラブ何フランス語あれ。おすごい。イニシエ感すごいな。すでにこれ22年前のゲームだっけ。イニシエ感すげえわ。これ音量大丈夫ですか?とりあえず。あ、イニシエ感すごい!見てこれ!イニシエ感じゃない?イニシエ感って言葉何回言った?すげえ、保存領域確保した。アロックじゃん。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どういう状況なんだろうな、これ。スパークさん3ヶ月サブスクライブありがとうございます。これ今、自分?いや、違うよな。あー、なんだこれ、あれみたい、ゲームキューブの下につけるやつみたい。どういうこと?ちょっといきなり謎深い、謎がすごい。おー、これもう伏線だろ。これ伏線だわ。あ、これエンディングに結びつくやつだわ、多分。もう大伏線だ。ちょ、読んでねえ!竜の衝動が数十億年の風雪の奇跡によって形成された、ラブデガルドの民に潜む闇の真実が民の小意識の一定数と享受した時、ムーンの聖なる共振口に歪みが生じ、デスクレパスの。やばすぎ。読めないってこれ。絶対暗黒点によって聖なる律動は邪悪なる律へと波動変換されていった。邪悪なる波動がより、よじり、うわ、ろろろ。いや、読めんこれ。読めるようになってるこれ。読めないやつ。負け指みたいなやつこれ。
わからん。ガムネコさんサブスクライブありがとうございます。邪悪な波動でラブディカレットを追い始めたこと、三大古文書や四回文。ラブディカレット全体で民の祈りを込めた、言葉がうねりが広がり、天空の果てで響き渡った、民の言葉が必然的に。うん、ありがとうございました。なんか洗礼浴びたんですけど、いきなり洗礼浴びたんですけど、最初からやった方がいいやつですかこれ。RPG 作る感すげえ。月明かりさんサブスクライブありがとうございます。これ RPG 作るが先なのか、これをもとに RPG 作るができたのか、どういう、どっちなんだろう。はい、あざっす。これ名前つけるやつと思わせておいてね。いやこれね、これ伏線なんすよ。これ名前つけるやつじゃないんすよね、実はね。これ多分ラスボスなんだわ。ラスボスで自分の名前、もうラスボスの名前だから自分の名前したら自分を倒すことになるんだわ、つまり。はい、推理正解。ホーリーさんサブスクライブありがとうございます。いや、わからん。どうしよう。これ賭けだな。まあでも RPG は本名でやるって、相場が決まってるんで、本名でいきます。キットさんのサブスクライブ、15ヶ月ありがとうございます。あー、これ、伏線だ。動ける。お、すげえ。王様がお待ちです。露骨に RPG だけどね。おう、よくぞ参られた伝説の勇者の竜の城に住む邪悪なドラゴンが夜空の月を食べてしまったのじゃ。ドラゴンを倒せるのはそなたしかおらん。そなたは強い素晴らしい、それだと言いましたぞ。いやー、この雑な導入、これ伏線ですね。モジャディアさん500ビッツありがとうございます。ドラゴンは手強いですと心してかかりなされ、雑魚どもをぶっ殺して経験を積むのがよかろう。こりゃ悪者だ。頑張ってください。ありがとうございます。こんな RPG してる RPG なかなかないよな。でもな、これはでもね、これちょっと聞いて、俺分かってんだわ。こんなやつ主人公じゃなかった。任天堂ダイレクトではやばっ。尻尾を振る。わけがわからん。勇者は経験値こそ得られなかったものの、己の強さに満足感を得た。ビスマスさんサブスクライブありがとうございます。どういうことっすかこれ。勇者さんすごいな、かっこいいや。ドラゴンなんかに負けれないぞ。星のカービィの、アニカビのさ、デデデが作った台本を棒読みで読む感じがあるね、これ。勇者さんね、素敵。やばい。あ、こんな都合のいい世界おかしいもん。あ、もうおかしいわ。さあ、どうなるんだ、ここから。この都合のいい世界からどうなるんだ、一点。なあ。あ、もうわかってるから。俺、伊達にやってないからね、いろんなゲームね。こんな都合のいい世界ないです。チュンチュン。いきなりこんな強さの装備とか持ってないから。でもこの主人公寄りではあるな。本人では中身。まあ、これはやっぱお約束を踏襲していかないといけないので、まあ、全部調べていくんでしょう。タンスの中にはいいもの入ってるからね。おかしいわ、このゲーム。あ、このゲームおかしいわ。おかしいとかなんかそういう問題じゃなくなってきたぞ。どういうことだ、これ。何？今の。これおかしいな、いろいろ。これ、あれやな。俺が昔作った RPG 作るみたいやな。とりあえず最強の敵作るけど、途中の中途半端な敵作るのめんどくさいから、もう多分もうスタートからゴールまで一直線だからね。あ、装備いじれる？これ。特にメニューがあるわけではないな。じゃあ外行くの？これは。
何これ。あ、これいちいちロード挟むんだ。虹がかかるとき世界は蘇る。はぁ、そういうことが。つまり宝石に見えるな、これ。いや、一本道じゃん、マジで。これ俺が作ったゲームじゃん。スライム強くね？うわ、泥試合だ。あ、泥試合だ、これ。ここまでは拉致が開かない。読まれてるな、これなんか。読まれてる。聖なる力を発動することにした。カーミナリピッカー。おお。スライムの息の根を止めた。言い回しがね。そうなんだけどね。倒したでいいもん。おお、すごい。すげえ、いきなり謎解いちまった。とてつもなく邪悪な波動を感じる。勇者装備を変えることにした。あ！何これ？虹がかかるとき世界を蘇る。なんだこのゲーム。え？全クリ？え、どういうことこれ？やべ、介護されてるなぁ、なんか。ちょ、RPG 下手だからな、俺。RPG 下手だから、ちょっと今回難易度を低いやつ選んできました。そう、で、移動以外できないわ。なんなら帰ることも許されないよ、もう。お得な掲示板読むか？え、どういうことだ、これ。まあ、なんか行けるとこあんの？え、これ RTA やろうかな、このゲーム。これ調べんのかな？そうでもないみたい。え、これ道ある？お！あったわ。いや、これ普通に難しいじゃん。普通に難しいやつ入れんのやめてくれよ。襲われた村。プレイ時間勝手に増えてるんだけど。ガキが。ガキは亀に、亀を、何これ、待ち針めっちゃ刺してる。恐ろしいトゲが、グフグフ。ユウさんはどうかお助けくださーい。ベロゴンなんだ。ベロゴンの様子がおかしい。おー、すげえ。仲間を呼ぶタイプのやつね。あ、強くね、普通にこいつ。やば。なんか普通に負けそうじゃないか。ひらりと身をかわしたっていいんだ。会心？会心のクリティカル。これなんか特定のゲーム、特定のゲームのパロディ要素ありますか？これもしかして。息の根を止めた。ありがとうございます。特定のゲームのパロディあるな。最近やってるけど。竜の城の決戦。え、これ何をさせられてんだ今最初は。これなんだ？いや、こういう RPG しかなくねえか的な、くだりこれ。RPG ってこんな感じだよ的なくだりをさせられてんだ今。お約束を踏襲されてるんだな。キラーマシンじゃん。謎解けこれ。違うわ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。何これ。甲賀さんサブスクライブありがとうございます。飛び立ったわ。
あ、そういうね。あれ、自陣から飛んできたのか。え、かわいい。あ、そうでもなかった。そうでもなかった。乱れ打ち。かなりたくさんのダメージ与えた。究極魔法使ってみようっと。おーめーてー。あ、これ別の特定のゲームのパロディ入ってるな。ラスバエーダーってなんだよ。ラスト前ってことかこれ。そういうことか。ラスマエーダー、ひどいな。どうあがいてもラストにはなれないっていう悲しき宿命を背負ったモンスター、よくぞここまで来たものだ。お前が来ることはすでに知っていたぞ。愚かな者を私に歯向かうとはな。おお、すげえ。貴様ごときに私が倒せるものか。勇者の攻撃9999、9999。ずっと俺のターン。武装竜気ボルブラザーク。あー、すごい。テレビゲームなんてやめて、早く寝なさい。すいません。寝る時間か。何時？もう9時やもんな。うん、あれ？テレビ消したの？ホラーゲーだったのこれ？わー。取れてる。すごい。何が起きてるの？取れてる。あ、取れてる。あ、すごい。機械語。ということでね、どうも皆さんこんにちは、落下中のグッズオです。いや、参ったぞ。これゲームの世界に入ったってこと。そもそも聞かないよ。結構落ちる。おお、これ露骨に強そうな。これなんだ？さっきのゲームの世界、それとは別の世界。別の世界っぽいよな。キャラクターの頭身が違う気がする。おお。このままでは世界が滅びるらしいですぞ。やっぱり本当だったのですね、あの噂。月の光を食べてしもうたというあれか。で、あいつが倒しに行くということらしいですぞ。これで安心してくださいますね。ふん、小心者め。そんなこと言ったらベイカーかわいそうよ。いいんです、どうせ僕は。この町のやつら臆病すぎるけど。あら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 、どういうことだこれ。やわらゲールってなんだ。これ何？これ実体ないのこの人今。これホラーゲームだと思ったら自分が幽霊だった。わあ、認識されてねえわこれ。認識されてねえ。目の前にいるのに、いないように扱われる。そんなゲームの世界でもこんな。
王様じゃん。旅立ちの時が来た。来たぞい。あれ、どっかのどっかのピンク玉と仲いい王様がこれ。さあ、レベル2になるには経験値が300ポイント必要であるぞ。300ポイントじゃ。クリスマ、ご出陣ご出陣。俺の屍を超えていけのパロディ。これも話しかけれんのか。はい、なんでございましょう。わし読んどらんよ。一応なんか微妙に一応ちょっとなんか干渉できるんだな。でもなんか実体もらえるっしょ多分。誰かに宿るのかな俺も。これ夢落ちとかない？夢落ちないっすか？寝たと思ったら入ったから夢落ちあるんじゃないか。いや、まさかね。おう、解散。わからん。今んとこわからんよ、なんも。え、鳥に話しかけたら逃げてくんのか。うわ。やってるわ、このゲーム。一人ぼっちじゃん。動物すらも分かってくれん。ほら。え、触れないよこれ。あ、触れた。ほら、俺が触ったもの全て壊れている。あやつのキャラグッズとか作れば売れるかもしれんな。あれ、これ俺の話されてるわこれ多分。絵はがき。もっと 若者にバカ受けそうなものはないだろうか。え暴力が行われてる。うわ、さっきも狂った犬これ。あれ、狂った犬か、さっきの。違う？今んとこさっき最初にやらされたやつと同じ流れ辿ってないか。これなんか立ち話系はいなかったけど、いたんかな。これ RPG の裏側を柔らゲールだけめっちゃ聞こえてくる。耳にめっちゃ馴染む柔らゲールだけ。これはフィオラ。いや、マップの形は違うよね。ヤバーの人。結構迷惑な人がいるな。定期的にヤワラゲールって登場するんだけど、日本語で言うところの何なんだろうな。あんな定期的に出る言葉って。いや、もうどこに行ってもなんなんこの人。ガキやから走れん。あ、これ下の人たち話してんよ。なんだ、これから素晴らしくなりそうね。犬頃追いかけとるアホにドラゴンなんて倒せるものか。ガセさんはいつでもそういう風に物事を見るのね。私ネガティブな人は嫌いよ。嫌いで結構多めに好かれたいなんて思ってねえぜ。ひどいわひどいわ、ガセさんひどいわ、ぐすな。だから女子供ややこしいっての。泣くな。多分登場人物の中で一番ゲラさん、ゲラさんじゃない、なんだ、ガセさん、ガセさんに近いです。これ出れないのかな。あ、出れたわ。おい、さっきとやっぱ一緒じゃねえか。一緒じゃん。え、一緒か。え、でもなんか一緒じゃないか。いや、分からん、一緒かこれ。え、この岩ぶち壊れんじゃないの。え、ぶち壊れないわ。 BGM もないねこれね。
のどかな雰囲気で。あ、なんかあるわ。これさっきなかったよね。わあ。あ、これあれだわ。これ見たわ。あの、任天堂ダイレクトで見たわ。誰だい、誰かいるのかい。タオや、そんなに吠えるんじゃないよ。犬は俺のことを見てくれてる。え、これバレるっていうか、気づいてもらえるんかな。もしや無敵？無敵なのかい。あながち間違いじゃないね。今俺はこの状態だと無敵かもしれん。無敵です、どうも。もしや無敵なのかい。私の可愛い無敵やっと帰ってきたんだね。一体今までどこに行ってたんだね。もうおばばを一人にしないでくれ。あ、今日はいいことがあると思ってたんだ。さあこっちに来て話を聞かせておくれ。え、なんでわかんの。町の者たちは無敵が、町の者たちが無敵は死んでしまったと言うんだよ。だけど私信じてよ、孫が帰ってくるってね。むにゃむにゃ無敵や、おかえり。むにゃむにゃ、おばば眠ってしまったようだ。そりゃ無敵だもんな。無敵って名前で死ぬわけねえよ。目が見えないのか、俺の姿が見えないのか。俺の姿が見えないんだろうけど。え、じゃあ俺幽霊だね、やっぱ。無敵くんはもう死んでるの。街灯おしゃれだね、これ。月の底に挟む感じ。あれ、さっきの犬とこの犬は違うのか。足音うるさいな、あいつは。足音がうるさい二大キャラに数えられそうだ。え、これ出れねえんだが、どういうことだ。まあ何かやり残したことがあるの。え、こっちは違うよな。え、なんかやり残したことがあるのか。おばあちゃんちでなんかやらないといけないの。こっちも来たよね。ここは何もないよな。これ花屋さん。何この人。え、これやっぱ下だな。じゃあRPG 下手だからすぐ積むんだよね。おばあちゃんち、もう一回行ってみるか。元気してるかな。久しぶりに帰ってきたぜ。やわらげーってめっちゃ耳に入ってくるよね。スッと。なんか聞き慣れた単語だから。これ見ないといけない、もしかして。違うな。なんかいじり倒せんのか、これは。あ、ベッドに入りますか。なるほど。そんなことができるんだ。無敵。無敵よ。ようこそ、ムーンワールドへ。お前がここに来てくれると信じていましたよ。私はお前に道を示すものです。お前は知っていますか？このムーンワールドで一番大切なもの、それはラブ。レベルオブバイオレンス。見えないものを見るための力、触れられなかったものに触れるための秘密の鍵、
見えないものを見るための力、触れられなかったものに触れるための秘密の鍵。お前の心にラブが満ちれば、それだけムーンワールドの中を動き回れるでしょう。けれどお前のラブはまだ未熟。お前はレベル1、愛の寝起き。愛の寝起き、良いですか。ラブを集めるのです。力の限り精一杯。そしてお前の力で光の扉を開けておくれ。さあ目覚めなさい。ムーンの住人たちと同じ時の流れに身を委ねるのです。それではまた夢の中でお会いしましょう。あ、服、あ、そういうこと。タワーをうるさくすると無敵が起きてしまうよ。くそー、この犬っころがよ、起きちまったじゃないかよ。うん、おはよう無敵。どうだい、偶然呼べたかい。そうそう、お気に入りの服を出しておいたよ。ちょっと待ってくれ。ほら来てごらん。なるほどね。これタオと3人昔みたいに暮らせるね。透明人間かと思ってたけど、まあ、透明人間か。これで、そうか。それでみんなに認識されるのか。そうだ、おばあちゃんが焼いたクッキーをあげようね。手作りクッキーをゲット。無敵や。帰ってこの間どこにいたんだろう。それ何をしていたんだね。おばあちゃん随分心配したんだよ。でももう大丈夫さ。だってこうして無敵が帰ってきたんだから。そうだ無敵、昔の女王かまちでパンを買ってきてくれよ。あ、金あげるよ。ネカだった、ネカをあげるよ。落とさないようにね。150ネカ。お使いか。あ、なんか時間が進んでく。左上になんか出てきたわ、時計が。なんかおるわ。あんま関わらないようにしようかな。ピシカさん27回サブスクライブ、あざっす。センキュー。パン売ってるとこある、これ。あ、入れる。パンだけは売ってなそうだな、これ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。グレートロース。え、技使えるわ。盆栽ちゃん2ヶ月サブスク、あ、ティア2サブスクライブ3ヶ月ありがとうございます。なんか入ってきたんだから、許可取ってんの。ストローランプ、ストローランプ。あら、無敵じゃないわよね。だって無敵は死んじゃったんだもんね。ああ、驚いた。私フローラというの。あ、フローラよろしくね。ひそやかフラワー。なんか押せんのこれ。ふっ、おお、すげえ。鳥を飛ばす程度の力を。俺っちホームレスのガセってんだ。なんだよおめえは。なこいつは。安い、うまい、でかい。一番星商店街。あ、これでこっち行けるようになってんのか。無敵はもともと透明人間だったのかな。ってことは。生ゴミ。無敵は何世代もいるのでは。代々無敵の名を語り継ぐ者が。おや、珍しい奴が来よったわい。服だけと恐れ入った。わしはキュリオ。ここでヨロゼアをしておる。買い取りもやっとるからな。もし売りたいものがあれば、わしにそのアイテムを見せればいい。値段は見てから決めてやる。これパン屋じゃねえわ。ヨロゼアね。ヨロゼアは2階でやらなきゃいけないっていう決まりでもあるのかな。あるわ。愛してますよー。
え、何ですか、ふたなびいてんだ。おや、無敵じゃないですよね。無敵は死んでしまったのですから。ああ、驚いた。無敵と同じ服を着ているから間違えちゃいましたよ。ここらじゃ見ない顔ですね。見ない顔ですか、それとも見えない顔ですか。僕はパン屋のベイカーと言います。もうすごい、そのままな感じが。毎日焼いているので食べに来てくださいね。え、違う、買わなきゃ。買えんのかな、これ。すいません。今日も美味しく焼けてる。あ、来たわ。持ちネカ。持ち、え、どうしようかな。あれ、何買ってこいって言われたっけ。どっちも買っときゃいいだろ。まあ、とりあえずね、RPG といえば軽くお使いをこなしていくっていうのが定番なので、まあここはもうちゃんとねお使いしていきましょう。これもなんか戦いのない RPG と聞いたので合ってんのかな。あ、でも最初の方になんか戦ったよな、ラスマエーだと。ところでなんかくんねえか。愛だからな、愛だよ。うわ、嘘かよ。ガセさんだからね。嘘よ嘘、俺は物乞いじゃないんだぜ。ガセさんだから。まだおるわ。え、これ夜、夜になったらなんかあんのかな。裏の世界が見える。パーワンダー。なるほどね。こういうところは夜にしか会いたいんだ。時間の概念があるゲームってことはやっぱ大事になってくるんかな。ポケモンルビーとかやってるともう、だいたい時計壊れましたって時間の概念消失するけど。このゲームはしっかり壊れないのだろうか。スライム顔え、なんか疲れてね、この人。足遅くねえか。おや、なんか点滅してるからそれまでに帰ってこないといけないとかある。疲れてるよね。なんか足遅いよね。気のせいじゃないよ、これ。ただいま、パンのお使い頼んだよ。買ってきちゃったんだけど。え、待って、パン、え、パン買ってきたんだか。アイテム使える？あ、使えるわ。ユース。あ、すげえ、こうやって使うんだ。あ、ラブだ。これラブだ。これ寝んのか。こりゃラブだわ。お、どっちが現実なのかもう分かんねえな。こんにちは、無敵。またお会いしましたね。この夢の世界でお前のラブレベルが成長するんですよ。ラブを得た時はお眠りなさい。そうすればアクションリミットが成長し、よりこの世界、あ、そういうことね。なるほどね。疲れなくなるのか。無敵の集めたラブはおばあちゃんのお使いをしました。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっています。これからもたくさんラブを集めて。え、何これ。最初のなんか次の経験値が必要ですの下りとなんか似たようなことしてるな。それも意味あんのかな。これってことは寝るたびに会わなきゃいけなくなるってこと、あの人。あ、いや、もう恐縮だな、本当に。おばあちゃんが焼いたクッキーあげない。え、毎日くれる。これデイログインボーナスなんだけど、ログインボーナスもこのゲームが先に実装してると。いや、もう遅れてんな今のゲームはな。何がログインボーナス。あいつ助けるか、ちょっととりあえず。おい、ラブラブさせろおめえと。いなくなった。あれ、どういうことなんだろうな。クッキーでベイトする。愛の寝起き。
愛の寝起きって肩書きやめてくれよ。これなんだ、オリ曲セレクト的なやつ。これこれ何に分からんね。とりあえず今は八方美人に行きますか。ラブを振りまいていく。ここにいたらフローラー来るっしょ。ちょ、フローラとバトルか。きっとー、城下町は花でいっぱいにするのが私の夢なのよ。あ、これそういうことね。じゃ花でいっぱいにすればいいのね、俺が。いきなり難易度高いね。動物の森的なやつ。これはようわからんな。まだ営業時間があんのかな。こっちはまだ関係ないよね。お前の夢じゃないんだか。人の夢勝手に叶えようとする。すいません、よかれと思ってやったんですけど。こう見えてもわしはインテリアで。ちょっとわしの話聞いたらどうや。素直な子やね。そういう気持ちを忘れたらあかんで。ところでアンさん無敵やろ。わしアンさん来るの知っとったで。アンさんにいろいろ教えたろう思って待っとったんよ。まあ世の中いろいろあるけどな、どこへ話したろうかいな。なんだこれ。まあ、ちょっとから行こうかな。わしの名前は吉田や、覚えといてや。なんかわからんことがあったら、わしにアイテム見せたらええで。そうそう、アンさん王様にはあったんか。わしには及ばんけど、いろいろ知っとるわ。とりあえず王様にもあった方がええやろね。ほな、さいなら。今度、わしの家に遊びに来たらええで。歓迎するさかいな。とりあえず動き回ることやな。ひょんなことからラブが見つかるかもしれへんわ。めっちゃ饒舌やね。このゲームであった中で一番饒舌だったかもしれん、鳥が。お、いかにもわしはこの国の王様じゃが、わしになんか用事か、話があるなら鳥ちゃんに餌をあげた後聞くぞい。え、なんだろ、え、やめてください。それは城に伝わる唯一正しき植木、いたずらご法度です。いきなりラブと真逆のことやっちまったけど、やっちゃダメかこれ。え、鳥ちゃん結構時間かかるんかなこれ。僕はノージ、おもちゃの国からやってきた留学生なんで、よろしくね。ところで君はどんなおもちゃが好き？二択すぎる。やばいだろこの二択。おもちゃの国から来たやつにこの二択喧嘩売るしかないんだけども、どういうバトルの開始をするか。コンピューターゲーム、どう切り込んでいくかの話なんだけど。ゲームステーション、知らないやで話終わったわ。何のためにいんだこの人。勝手に通れないと思ってたけど、いいのかなここ入って。あ、すげえ。のんびりキング12世。のんびりキング12世だって。かわいいな、お前。あ、すごい。これ、留学生の部屋かな。いや、活動時間短いね。いや、ラブ全然ねえわ。なんだ、こいつら。全然振りまいてくれんわ。和洋折衷だね。いや、これやばい。早めに帰らないと。死ぬこれ。松田聖子？あ、やばい。疲れ始めた。え、これ死ぬ？死にはせんか。あ、やべえわ、これ。
クッキーで回復すんのかな。食ってみるか。間違えた。あ、そういうこと。本当だ、活動限界伸びた。へえ、置いとかないで大丈夫かな。大臣よ、お前の宝はいただいた。エコエコちゃん、あ、すごい洒落とるね。世直し計画書、選出については白羽のヤギを持って取り行われるものとする。お国の歴史、治水の年、13月の7、炎の日、謎の天変地異、月の輝き消失。同年、100の災い起こる、国中が大混乱の大騒ぎになった。滝壺の年、10月の10、山彦の日、白羽のヤギ執行。白羽のヤギ、小波の年、9月の7、三日月の日、旅立ちの儀式。ってことは今、その9月の7の今。すげえどんどん進んでるけど、これ。これ大丈夫な場所？もうラスボスじゃん、雰囲気。お！すごい！山田耕作、一回10年か。何が見えてるんだ、これは。誰？ホラー映像じゃねえかよ、やめろよ。え、これ外れたらいるもん、誰か。え？あ、倒れた、もしかして活動限界来ちまった、もしかして。あれ結構ダウン長いね。え？ゲームオーバー？あれ？バッドエンドこれ。バッドエンドこれ。ということでね、いかがでしたでしょうか。違うって絶対。え、これどうなってんの、これバグってる、これ効かないよ操作。え、これな、どうなったの。有識者の方、これ仕様ですか。仕様なら仕様で。え？やられたの、さっき見てた人に。仕様にしては長くないですかこれ。え、これバグってる？本当に？おい、いきなり洗礼浴びたんだが。いきなり洗礼浴びたんだが。そういうやつかよ。あ、仕様じゃない。あざす。あれ、あれかな。望遠鏡を覗いてる最中に死ぬみたいなの処理がないのかな。ってことでね、無事。2日目かな、これ。はいはいはい。デバッグしちまったぞ、いきなり。いや、とりあえずあれじゃん、さっきの鳥から、関西弁の鳥から
別の話聞けるわな。ぼちぼち大事な話聞けるわ。とりあえずラブを集めるっていう情報だけもらったから、集めればいいんだろうな。おるわおるわ。こう見てわしはインテリアで、ちょっとわしの話聞いたらどうや。いやもちろん。そうなの、これね、そういう気持ちを忘れたらあかんで。ってこれでアンさん無敵やろ。わしアンさんが来るの知っとって、アンさんにいろいろ教えたろう思って待っとったんよ。まあ世の中いろいろあるけどな、どれから話したのかいな。あ、間違えた。吉田知っとる。吉田ってこと知っとるんやけど、もうやっちゃったわ。あ、何回も聞けんのかな。あ、じゃあ聞くか。さいならって言われたから、あ、聞けるわ。じゃあぼちぼち聞きますか。わしの故郷で変な石が見つかってな、そこにいろいろ書いてあったんや。アンさんが来ることとかその他もろもろな、わしはそれを伝えよう思ってね、待ってたっちゅうわけ。ぼちぼち重要な話や、覚えときや。ほな、さいなら。こんなコテコテの関西弁ってあんの。アンさん、世の中で一番大事なもん知っとるか。それはラブや。アンさん、ラブがないと池が消えて気絶する。めんどくせ、メンヘラすぎるやろ。そしたら人生ゲームオーバーや。前のセーブデータまで戻されるで。眠ってはとこやり直しやからね。気ぃつけや。ほな、さいなら。あれ、戻されたわけ？戻されたっていうかね。使用。生ゴミは生ゴミなんだな。あ、これ地下行けんのか。そうか。寝とるわ、誰か。なんだね、干物みたいなの。あ、違う、これ後ろ向きか。左側が頭かと思った。よろず屋さん寝とるわ。まあ、修行時間じゃないってこと？つまり。おーい。おっさん。おい、ラブよこせ、おっさん。俺は愛の取り立て屋だぞ。おい。ラブをよこせ、おっさん。愛の取り立て屋を舐めるなよ。お前から愛をもらうまで帰らねえぞ。これずっとノックしてるみたいなのないかな。もらえねえわ、愛。おっさん？いつの間に？あ、発射されたんだ、下から上に。そういうことか。おう、ゆっくり見ていきな。濃いやばこの人。すげえ、タオの大好物。え、これ買っとこうぜ、タオ。そういうことか。なるほどね。なんかバネみたいなのあるじゃん。さあ、出てこんわ。もうこの扉の存在意義が問われるね。なんかなかった今。あったわ。サンライズパール。これ誰かに、いや、売ったらまずいな、これ多分な。サンライズパール。とりあえず持っとくか。誰かの落とし物だろ、これ。この人よく自分の顔を看板に使うと思う。つれづれ新聞。9月日、焚き火の日、一面ニュース。我が国期待の勇者は食べ立ちの後、順調にレベルアップ。現在、レベル2に達している。一部事情通の間では、竜の城にたどり着くのは時間の問題だという噂。2レベでニュースにされたもん。2レベで時間の問題って言われたもん。あの、レベル上限どんぐらいなんだろうね。俺には多分関係ない話だろうけど。いかにもわしは国家の王様だが、わしなんか用事か。話があるなら鳥ちゃんに餌をあげた時くずどい。ちょ、手伝う。え、これダメだな、この人。この人ダメだ。
あ、帰ってきた。あの刹那に俺が先に行ってた。帰り、午後の謁見タイムじゃ。困ったことがあったらわしが相談に乗るぞい。おろおろ、お前この国のものではないな。これは失礼失礼。この国の習慣で初対面の者にはネームカードを渡すならばし。これわしのネームカードを受け取るがよい。アドス。いいか、誰かに質問したい時はカードを相手に見せるんじゃよ。 Y ボタンでメニューを開いて方向機で相手もいれば A ボタンで決定じゃ。何について聞きたいんじゃ。とりあえずこれはカードを使う。そうそう、そうやって使うんじゃ。なかなか物分かりの良いやつやな。どのカードでもどんなアイテムでも同じ要領じゃよ。間違いなくわしの評判を聞いてみてはどうじゃ。へえ、大変だね、話しかけない。なるほど、カードももらいましたか。王様物好きです。いいとってやめろ。食べれんのかな。王家のカードは名誉市民の印でもあります。これであなたもこの町の名誉市民。まあ、あまり髪を外さないようお気をつけて。おっと、それでは私も一枚。私はこの国の政治を取り仕切っております大臣です。どうぞお見知りおきを。来た。悪そう、大臣のカード。ジョーカーのカードは悪そうだろ。あ、面白いと。あ、よかったー。一応物の分別はつくようで。これはね、人間とかね、動物とか関係ないと思ってるから、分け隔てなくね、行くよ。やばい、死んじゃう。ちょさ、頼む、せっかく進んだから。あ、でもクッキー食えばどうにかなるって思うと気が楽だな。頼む、やばいよ。え、これギリ間に合わない説唱えていい？ちょっと唱えるわ。間違えた。え、パン食えんのかな？めっちゃ増えるわ。めっちゃ増えたわ。パン。パンの方が強いな。でも手作りには手作りの良さがあるんだよね。まあ、ちょっとついでに聞いとくか、いろいろ。あのインテリ足早すぎだろ。それはわしを持ってるよ。王様のネームカードやろ。報告の楽しい習慣やね。ぴょ？アンさん、なんやら裏に書いてあるで。なんやそれ。カードの裏のメモ。内緒の話じゃ。夜、わしの部屋に来るのじゃ。二人きりの秘密の話じゃ。くれぐれも大臣に悟られぬようにな、王様。夜ってこいつらマジで夜大好きだろ。お！お、すげえ。やべえ、ちょ、内緒の話してこよう。あ、びっくりした。騙されたかと思った。これ、クッキー決めていくか。王様の部屋どこだよ。あ、ラブってそういう。やめとけ、やめとけ、ほんとに。え、そういうゲームなんすか、これ。あ、なんか、ギャルゲーって言ってたやついたけど、それ、ガチだったのか、まさか。え、これ死ぬんだが、もう。え、これ、ちょっと待って、帰れんわ、これ。ちょ、一回帰ろう。これダメだ、帰れんわ。え、ダメだ！クッキーが効かねえ！え、また死ぬって、また死ぬって、このゲーム。ちょ、13世が生まれるとかじゃない。いや、わからん、まだ。まだ、継承できるかわからんから多いよ。やばい、ほんとに。ほんとに。
おばあちゃん、おばあちゃん、ゲームオーバー。あざっす。あれ食べてなかった今。ユーズもイータも同じだろおめえ。クッキーイート以外にどうユーズするんだよ。おお、クッキーのイートとかユーズだろ。クッキーのユーズとかイートだろもう。その現象はラブデガルで竜の城と呼ばれたが、前代未聞のなんたらで起こった。異様を誇る竜の城山頂付近には数十億年の風雪の奇跡によって形成された鍵十字状のラブデガルドのために潜む闇の真実が、民の小意識の一定数と享受すべきムーンの聖なる絶対暗黒殿によって聖なる率は弱なる率へと波動変換されていた。弱なる波動がよじれ歪みさらなる闇。あ、俺最初から選んだ今。ちょ、ガバガバすぎる。メニューの文字が読めない。ちょね、最近のちょっと甘いゲームに慣れてたわ。ニューゲーム一回やったら一番目にコンティニューが来るもんだと思ってたわ。はい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 。あ、なるほどね。これは洗礼だ。よっしゃ、ちょっと台風来たらエアコンつけれないから今のうちにエアホンつけとこう。愛の寝起き、愛の寝起き、我が寝起き。です。で最速で行きましょう。もうおかしい。何やら記憶が残っているようだ。これわかるな。記憶が残ってる。今自分が何をするべきかわかってる。あの鳥の話聞かなくてもわかる。指輪拾わなきゃ。そうだ。いや死にゲーだなこれ。覚えゲーすぎる。みずほさん、500ビッツありがとうございます。あ、待って、鳥になんかやってね。そういや、あのおっさん鳥になんかやってるわ。こりゃじゃあダメだ。終わるの待たないといけないよね。そうだそうだ、こんなのあったわ。さあ、午後になるまで越見できないんだ。午前中ずっと鳥に餌あげてるから。ってことはもうとりあえず指輪集めて、パン買うか。パンでけえよな、多分。他はちょっと漁ってみるか。サンライズパン。おっさん、ベイカーは気は弱いけどパン作りはめんだ。わかった。空いてますよ。そうそう、本当に空いてたわ。空いてるとこノックしたもんな。面接の時に形だけノックするやつじゃん。さあ、はい、割り込みまーす。よ、60円しか持っとらんから、食パンとタオの好物でいいか。はい、食用パン。で、タオしばきますか。ちょ、王様からカードもらってタオに餌やって帰宅ルートで行こう。それで行こう今日は。この人の声マジですごい。タオの好物っていう商品が売られてると思うとちょっとおもろいよね。
もうタオにしか売る気ないもん。もうあげろよ、もう。お金もらえんのかな、その後、確かに。そろそろ午後の謁見が始まるけど、まあ、とりあえずフローラしてまくか。ああ、そうか、カードもらえないと質問できんだわ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。カズシカさん6回サブスクライブ、ああ、だます。午後でしょ、もうこれ。いない臭いね、もう。あ、いるわ。あ、僕鳥じゃないっす。かわいい。何、何してんの、かわいい。午後って結構ギリだな。無敵完全に攻撃が通らなかった後のセリフ。そんなはずはあ、彼はもう死んでしまったのだから。驚かさないでください。その乱れぬ顔、旅の方ですか。実は半年前に事故で死んでしまった少年がおりました。あなたに姿が即位なのです。わしの者たちはあなたのことを無敵と間違えるかもしれませんが、しかしまあ気にしないことです。それでは私はこれで仕事ありますので失礼いたします。この謁見タイム、じゃあオロロの下りはさっきやったとして、ネームカードあざす。誰かに質問したいときはネームカードを見せる。ああ、もうそれはもう予習済みですね。なるほど、カードをもらいましたか。おぶさん物好きですな。王家のカードは名誉市民の印でもあります。これであなたもこの町の名誉市民。まあ、あまり羽目を外さない王家をつけて。おっと、それでは私も一枚。私はこの国の政治を取り仕切っております大臣です。どうぞお見知りおきよ。 OK で、これで帰ろう。結構時間ギリじゃない。このゲージあったら帰れんのかな。急に BGM なくなるもんね。急にふっと BGM なくなるの、ちょっとね、ちょっとね、あれなんだわ、エモいわ。ボス戦前感がすごい。俺の屍を越えていけだっけ。あれもなんか BGM 消えてたっけな。てかプレステのゲームっておもろいの多いよな。ゲームがたくさんあったから、その中でおもろいのが、それは多いってことか。募集団が多いからそれは多くなるっていう話なのかな。まあ、結構好きなゲーム多いな。で、最近、ツイッターで、タグやってんじゃん、みんな。で、なんかゲームをツイートして、やったことあるフォロワーにリツイートされたら、うんぬんかんぬんのくだり。俺がツイートしたキュービックロードランナー知ってる人誰もいないんかな。あれめっちゃ面白かったんだけど。ただいま。犬に餌をやるのが先か、俺が死ぬのが先か。さあ、勝負だ。割と負けそうでは？ちょっと頼む。食え！寝てやがる、こいつ！おやすみー。そりゃ寝てるわな。もう。あ。あ。水の日だ。水の日だわ、今日。左上これ曜日っていうか、なんなんの日のやつだよね。これだろう、おめえが欲しいの。ほら。なんだいそれ、おばあちゃんには見えないからよくわからないね。どういう、あ、目見えないんだ、そういうこと。あ、てか、クッキーちょうだい。あざす。とりあえずラブをドッキュンしないと。起きた。は？この犬なんなん。タオ違いなことある。
あ、この世界は犬っていう種族がいなくて、これタオなのかな、もしかして。これタオなのか、タオっていう種族なのか。そういうことか。やっと謎が解けたわ。下とかはいけないのかな、まだ。最初のあのゲーム画面みたいなの何だったんだろうね。割とマップは、今のところこの世界狭い。これで完結してる。とりあえず、王様カードで、みんなに尋問していきたいと思う。間違えた。これ Y で即使えるんだね。王様は鳥さんが大好きなの。私も鳥さんは大好き。ってことは、私と王様もハッピーフェリン？まさか。そうそう、私のカードあげてないので、はい、どうぞ。え、これ全員分使えるってこと？大臣さん、畑物よね。彼がつれづれ新聞を書いているのあなたも読むといいわ。先の話題は何といっても勇者の装備とレベルアップ。悪いモンスターをバッサバッサと投げ倒し、極悪ドラゴンをブーチ倒せ。あら、私としたことがちょっと興奮しちゃったわね。これ全員のカード集めていくのか。あ、伝説の装備取った場所、そういえばないね。タンスがある家だったから。じゃ違う世界か。似て非なる世界。あ、フローラのカード、フローラに見せれんの。そんな。え、これ子供の姿だから、もらって喜んでるようにしか見えんやん、そんなの。いいか、とりあえず、童心に帰るってわけね。ほら、何？ほら見え、お前困惑されたやんけ、もう変なこと言うから。ホームレスでもカード持ってんのかな。いや、こいつなんかなんだかんだよ物知りそう。王様の評判？のんびりキングのことか。もうちょっとシャキッとしてもらわねえとな。ところでよ、おめえそんな髪切れ待って嬉しいか。ウエッチはよ、気に入ったやつにだけ宝物分けてやるのよ。スプレーな髪切れとは一人違うぜ。ほらよ、ガセのガラクタをゲット。やばないなんて、ゴミ渡されたんだけど。気づかねえやつさ。待ってくださいよ、俺は食い物以外には興味なし。羽屋の小娘だろ。ワンダのところで屋根裏に住んでるってな。毎朝店に出勤してるんだと。太陽の日なら商店街の方を散歩してたな。けど全然興味ない。全然ない。全然ないか。フィクションの小娘、屋根裏部屋に住みがち。小娘って、この人はターバンなのかな、これ。おれ、おー、どれどれ。これはお前さんが持っておくべきだな。うちではいらん。あ、そういうね。これダメだ、商売の話しかないわこれ。じゃあガラクタどうぞ。どれどれ、これはお前さんが持っておくべきだな。あー、持っておくべきか。見せる。はい、ここサンライズパールか。ワンダが指輪なくしたと慌てていたぞ。持って行ってやりな。あ、そういうね。え、これラブじゃん。あ、ワンダってそうか、バーか、そういうことか。ってことは夜にならないとダメなんだな。そう一筋縄ではレベル上げれないぞ。スレゼシムの雑談コーナー、王様書いてるんですよね。でもあれって本当の話かな。あとはもう読みました。そうそう、ネームカードがまだでしたね。あ、あれ今日はカードが切れちゃってます、すみません。なんてこったこいつは。スレゼシムの一面、ダイさんが作ってるんでしょ。なかなか興味深い情報が載ってますよね。
マイク殴っちゃいました。マイク出ました。勇者は順調に冒険しているそうです。レベルアップした勇者は雷の魔法を覚えたという話。すごいですよね。月の光を食べた悪い理由を倒しに行くなんて勇敢ですよね。僕は好きなタイプですよ。僕の子がかばってくれますし。はあ。これ夜耐えないといけないの結構だるいな。そんな耐えれるほどクッキーもらってないぞ。一通りもんどころ出したからな。とりあえず夜か。昼入れないのかな。試してみるか。あーやべえ、これヘトヘトだ。じゃあ一回帰ってクッキー補充しよう。あれ、これ寝てもらって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 で、天才かこれ。無限クッキー行くか。おばあちゃんはクッキーが好きやから、ね、どうせクリックレンダでサクッと量産してくれるからよ。あー、くたびれた。まあ、偉いわ、今日は。はい。食べな。興味なしだな。いらないんかな、やっぱ。おやすみ。おばあちゃん、椅子で寝るから。おはようございます。森の日、草の日。そうだ、おばあちゃんがいたクッキーをあげようね。なんかいいな、この毎朝クッキーもらえる感じ。なんかできねえかな。なんか仕事ありますか。ないわ。あ、で、火、水、木だって来てんのか。じゃあ木曜日か。これ木の日って木曜日なのかな。木の日だっけ。え、こいつ何者だ、あのスライム。スライムライクなサムシング。サムワン。あ、カードおばあちゃんに見せてないね、そういや。見せるか。ちょ、待ちな。ほら。ダメだ。あいつタオなのかな。タオじゃ、タオ感ないけど。そう、おばあちゃん目見えないじゃん。まあ、いいか、とりあえず見せびらかすが。なんだいそれは。あ、見えないわ。吉田に全部見せる。なん、どこ、何をした日に死んだか覚えてないから。何を死んだ日、いや、何をしたらいいんだ。何をしてなくて何をしたのか。とりあえず吉田に話聞くか。あいつ物知りだからね。ネームカードやね。この国の楽しい習慣やね。ネームカードやね。あー、人間は知らん。吉田楽しい集会ね。ピヨ、朝なんやら裏に書いてある。なんやそれ。カードの裏のメモ、内緒の話だ。夜わしの部屋に来るのじゃ。二人きりの秘密の話だ。くれぐれも大臣で悟られぬようにな。メッセージ10番あるから行ってみるか。ガセの宝物やね。俺宝物をくれたの。
とりあえずバー見てみる？バーワンダー。営業しなくても入れる。だあのいけすかねえ野郎は。どこにされてんだあいつさよ。汚い鎧着てるから前見えねえんじゃないかあいつ。すごい。あ、これダメだ。お邪魔します。あ、これはフローラの部屋では？鉛筆削り置いてる。なんもないな。寝よ。なんもないな、これ。ううローレンス。むにゃむにゃ。なんかあるわ。タンスは空っぽだ。夜まで待たないとだな、これ。あいつはまだ何してんだろう。勇者じゃないの、あの人。スレズレ新聞。木の葉の日。一面ニュース。我が国期待の勇者は二礼米。まだ二礼米。あれ、タンス？そういうことか。今やっと一件始まるぐらいか。とりあえず全員見せていこう。間違えた。わあ、いいな、僕も欲しいな。それ社交辞令ですか。フロラのワンダみたいになるのかな。大臣さんの部屋にある。とても面白い。あれ大臣の部屋か。僕のパパも王様のおもちゃ箱に。あれ王様の部屋って、あれおもちゃの部屋、あれか、留学生の部屋じゃないのか。城の内部事情について話せん決まりだ。ああそうだ、私のカード曲げとこう。お、すげえ、イビリー。城内部事情について話す。王様のカードで他の人のカードをもらうって感じか。お、すげえ、もらえるんだ。フレットイビリーとフレット。とりあえずみんなの話聞いとくか。ここ町にはそういう子もいるんじゃな。場所を町に出てお友達になりたいの。お前ガセの友達か。ということはお前も不良じゃな。くぅ、不良ってかっちょいいな。しびれるな、しびれるな。あ、こいつイビリーじゃな。フレッドと仲良くやっとるようじゃな。あんま情報ねえな。フレッドじゃな、イビリーと仲良くやっとるようじゃな。あー、へいへい、1人分の月給500ネカ、2人分で月1000ネカの国庫の出費であります。それだけもったいないんでございます。やべえな、これも一緒か。ビビリですか。しばしば酒場へ飲みに行ってるようですな。ちょ、今日は夜更かししようか。クッキー食べて。ゴミですな。王様にも困ったものです。なぜあのようなものとお遊びになれるの。それの風景は乱れるばかりです。この国の民は働き者です。素晴らしいことです。はあ、はい、私、世のため、人のため、一生懸命働いております。俺と一緒に。まあ、そんな感じか。こりゃ、夜の謁見だな。
まじゃフルパワーでいこう。夜一日で全てを終わらせるために食いまくるぜ。よし、夜になったら自動で来るんかな。まあ、とりあえず奥で待っときますか。いやーちょっと、おい、なにやばすぎやばすぎやばすぎ。あ、違う、ちょっともう追われたら逃げたくなっちゃう。追われたら逃げたくなっちゃうから。解散の流れ？おお、来た！夜。おお、BGM はない。こっちよ、王様。あ、うっす。お絵かきに熱中してる。なんでこったこいつは。お、来たな。大臣には悟られておらんじゃろうな。あいつを耳に入ると金の無駄遣いと言って何でも反対するからの。実は折り畳みたいことがあるんじゃが聞いてくれるかの。わしの山梨企画スケまで飛んでいけプロジェクトを手伝ってくれんけど、前澤社長は実はわし大臣になってることではなーも回復せんと思ってるよ。そこでヘイガー博士と共に月面調査船を開発中なんじゃ。それが彼と最近ぶっつり連絡が途絶えちゃった。一体全体どうしたものやら。もし手伝いがあるならこの手紙をヘイガー博士に届けてほしいんじゃ。博士の研究所はトロピカルフィールドにあるぞい。頭に百科事典に伝わったような姿をしてるから見ればすぐわかるぞい。え、トロピカルフィールドって何？何トロ？なんじゃ？え、トロピカルフィールドって何？難しいこと言われたな。エコ。とりあえず見に行くか。伝説のあの場所へ。このゲームをバグらせた伝説の展望台へ。わ、すごい。綺麗では？十分か俺。景色見たかっただけだから、ね、普通に綺麗だったけど。10円も持ってない自分が憎いよ。で、大臣はいいか。えっす。ルルルル、あらあら。ああ寝てるわ。とりあえずバー行くか。じゃあちょ、夜時間に話してない人多いからな、いろいろ気になるとこではあるが、名誉市民なんだから金欲しいよな。ここの廊下が無駄に長いから結構時間食われるよね。時間稼がれる。いやマジ悪じゃん。もうこんな夜中にバー行くとか悪じゃん。バー怖くて入れんからな俺やっぱ。割と。バーって怖くねえか、なんか雰囲気来ちゃった。声高っ。違ったわ。一杯やってくんだろ。これなんて初めて見るからだね。顔って言っても何にもないけどね、向こうが透けて見えるよ。さて何出そうかね。あー、ちょっと高いっす。
ブラッディーワンだ。冷やかしじゃないんですよ。画面に入らぬか。ああ、これは私が昔パン屋の近くになくした指輪じゃないか。あんたが持っててもしょうがないよ。私んだからね。そうだろう。じゃあ俺に私のお気に入りの MD を。MD! MD とか、死後では王様について知りたいのかい？そういうことは後ろの人に聞くといいかもしれない。飲んでるときは口が軽くなるからいろいろ聞いてみるといいよ。そうそう、私のカードも受け取っておくれよ。あざっす。 MD とか知らん人の方が多いんだろ。もう多いだろ。ちょ、ワンチャンクロワッサン食って生き延びよう。あの子も恋をする年頃さ、好きな人の一人や二人いるだろうね。ははは、あんたがもらったのかい？結局気に入られたんだ。悪ぶってるけど順調な人なんで。イビリーかい？ここにはよくいる。近頃三日月の日に来てたね。三日月の日。ヘルドって朝が弱いらしいね。私も朝は弱いんで、大体朝起きない人ってのは夜に何かやってるもんすね。その通り。その通り。俺も朝弱いのは配信してるから。失礼します。サンタさんだからあげる。倒せつ。一見開始やめろ。ラブもらえませんでしたね。まあ、とりあえず今回ラブもらってレベルアップできるから、ちょっと早めに帰って。そろそろ死んじゃう。三日月の日に、イビリーが来るんだって。今木曜だから、金、土、日、4日後？やべ、死ぬ。やべ、ムーブシートが下がるから。死ぬ、これ。これ食うしかねえか？もう残してきたよね、一文なしだから。クッキーしか生き延びる術ねえからさ。イビリーじゃない、イビられとる、イビられしとる。ああ、ああ、リアル調な感じに死んだ。おい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 、人が寝かかってる時に何してくれてんのおめえは。これはいわゆるスライムってやつだ。マクロコケだ。それどころじゃないんだ自分。いや、間に合うよね、これ。これ間に合うはず。え？おらん、誰か。タオ。おやすみ。危な！最大限に夜更かししたわ。はぁ、おやすみ。顔来る？あ、顔来た！顔来る、顔来た。無敵の集めたラブはワンダの指を見つけてあげたのね。おめでとう。無敵のラブがまた一つ深かも、深ぼ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 、これで無敵はラブレベルに愛の見習い。次のレベルまであと2ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっています。これからもたくさんラブを集めてくださいね。なるほどね。ラブ、あ、ババアクッキーくれや。よし、ログボゲット。夜更かし可能になっとる。これ金曜日か、金曜日かな、これ。睡眠時間やばいじゃん、ほんとに。1時間、2時間。え、やべ、これもう一生死んどる。かわいそう。一生死んどるってなんだ。一生は終わってるからな、もうな。あ、タオどっかで、なんかしてんのか、夜。そういうことか。夜更かししてるんだな、じゃあ。ネカの日。え、ガチでネカの日じゃん。
我が国液体の勇者を旅立ちの後順調にレベルアップ、現在レベル2に達して、あのスライムじゃレベル2になれな、レベル3になれなかったってことかよ。スライム倒してたやつが時間の問題って言われても、なんか群れとるわ。ほら、これは関係ないな。これ変わんないのかな。変わんなそうだね。それラブや。下行ってみるか。さっき岩割れた音してたよね。まあ、とりあえず足で稼ごう。スライムの顔が、やっぱここ壊れるんだな。無敵さん、あなた待ってますよ。いいっす。うん、はじめまして。私、ムツジロウと言います。あなたに会うためにちょっと遠いとこ帰ってきました。ムツジロウ。ところであなた、このスライムちゃんを見てどう思いました？あ、俺、かわいそうってちゃんと言ったからかわいそうって押していい？そうですよね、かわいそうですよね、ひどいことしますよね。スライムちゃんは何も悪いことしないんですよ。その勇者はスライちゃんを雷でマクロコインにしてしまった。しかも動物を殺して経験を得ているんですよ。怖いですね。経験だからな、何事も。ほらほらほら、かわいそうな魂がさまっています。実はあの魂をあなたがキャッチすると生き返ることができるんです。そっからラブも生まれますよ。もうあなたしか頼まれません。そういった運命になっちゃってるんですよ。ドラキー的な、どこから来て、やばあー、もう勇者どういうことは誰にもできません。楽しんでるだろこいつ。悪役じゃねえのか。私たちにはあなただけのためなんです。これ受け取ってください。アニマルファイル。動物たちを下にぶつけたらエアボタンでそのファイルが開くんですよ。動物たちの特徴や元気な姿を見ることができるんです。キャッチの頻度が増えていることもありますよ。それではよろしく。デキさん、またお会いしましょう。すげえ。スライム飛び跳ねて移動する軟体動物。先端の突起部分を指でつまむと喜ぶ。そうなんだ。キラドー。いや、キラドーはダメだろ。おお、スライ、救出するでちゅ。ピピピピピ。え、ミラブ100ネカもらっちゃったって、もらっちゃったっていうか、もう占有離脱物横領罪に問われる可能性があるな、これは。キラドー。ピンクコウモリが進化した新種のコウモリ。夜行性で昼間は寝ている。超音波は主に冠婚葬祭の時に使用。そうなんだ。冠婚葬祭ってことは、夜冠婚葬祭の現場で捕まえられるってこと？冠、成人式。婚、結婚式。葬、葬式。祭、なんか先祖を祀るやつ。祭の具体的な例、わからん。文化的だね、結構。出たよ。ロム。レインボーロックス。ようこそ。虹色の岩に囲われていることから、ここはレインボー、あ、そういうことか。レインボーロックスってロックって、岩のロック。ロックス。呼ばれています。かつてここは岩岳の殺風景な場所でした。そこにある日突然大きな虹が現れたのです。この虹は一年中消えることがありません。この色が岩に焼き付いて虹色の岩になったのです。はあ。このボードに描かれている虹のイラストをご覧ください。7色はこの順番で並んでいます。この順番に何か特別な意味があるんでしょうか？恥ずかしいわ。恥ずかしいわ。この近辺に生息している亜光性多節
多節足生物の一種。一見岩に似ていますが、人の気配を長時間感じると気まずさに耐えきれず動き出します。恥ずかしいわ。あ、恥ずかしいわ、知ってるわ。やってこいつやん、もうどう考えても。かわいい。クイダオーレ、食堂クイダオーレ堂の一人娘、なじみの客から看板娘と呼ばれていたのを履き違い、今では自分が看板そのことになることを強く望んでいる。え、これ死体？クイダオーレ。ああ、正面からしか見れないんだね。足キモすぎるなあれな。転がっとる。千匹ミミズ、伝承によれば太古の時代、千匹のミミズが合体して一匹の大きなミミズになったという。セミマル、木に止まって大声で鳴くことで長かった中性化で溜まったストレスを発散しているのにね、発散してるのに、今となっては。めっちゃ死んでんな。セミマル！キャッチー！等速直線運動。セミマル、救出するでちゅ。意味がわからん、この人が。あの人が意味わからん。とりあえず帰るか、一回。なんで200円持ってんの、セミが。これなんだ？エルモ。もうちょっと伏せ字とかないよな。他人の縄張りを非常に気にする。しかし自分のテリトリーを作ろうとしない謙虚な犬。エルモじゃない！千匹フィース！エルモじゃない！反射的エルモ。消えちゃったんだが。え、ちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。千匹ミミズはやっぱあれか、岩の下にいんのかな。エルモはいいのか、果たして。看板いない？看板の裏いねえかな。いねえか。耐えれるこれ。いや、なんか、あ、違うわ。しかも、ちょ、道間違えた。すげえの死んでるな。キラドいねえかな、キラド。これは間に合うね。家でもなんか死んでたりしたね、もう。これからネカ集めるにはキャッチしないといけないってことだね。わ、あ、ちょ、待って、この犬に与えれないか。ちょっと何回もやってるけど、これ。タオ。いらないか。これまたレベル上がるんじゃね？わ。え、背景これだっけ？これか。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。スライ、セミマル、おめでとう。無敵のラブがまた一つ深まりました。これで無敵はラブレベル3、愛の第一歩。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっています。これからもたくさんラブを集めてくださいね。愛の第一歩。いくら俺が無敵でもな、守れねえものはあるんで。え、これなんだ、超音波の日。え、なにこのマーク。 Wi-Fi？ Wi-Fi か、これは。この時代にもう Wi-Fi？ あ、キラド。
で、何の日か見ようね。あっ、デイリークッキー忘れてた。メカガエル。昔から噴水コインに住み着いている。月のかけらでできたコインが大好物。じゃあ、ネカの日、昨日いた可能性あるこれ。いや、違う、ヤマビコの、いや、ヤマビコの日。一面ニュース。ワークに来た入社、旅立ち、まだ2レベル。俺のレベルアップの方が早いぞ、こりゃ。いるわ。そんな突拍子もないとこにいんの？え、触れられないんだが。え？冠婚葬祭はいいとして、まあ、とりあえずどんどん先目指してみるか。お家帰らないと、門限までにお家帰らないといけないというこの制約がね、また厳しいね。何、恥知らずだっけ？こいつ溶かした後に千匹ミミズが出てくるって認識じゃないのかな？いる？ここ。いねえか。あ、これ溶かしたらいいんじゃね？照れろよ。俺が見てんだぞ。気持ち悪いなぁ。いねえな。恥ずかしいわね。あ、いたわ、恥ずかしいわ。ナイス！あざっす。千匹ミミズ救出する、救出するでちゅって何なの？それも怖いんだけど。じゃちょっと、え、めっちゃラブ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 ラ。看板の方にいるかな。この裏いる？いねえか。何これ。え、あ、なんか書いてる。ドクター H って、なんだっけ、ヘイガー博士か。ヘイガー博士か。ヘイガー博士何してんだろうな。160メカ。これって壊せないの？ここ通れるようになるよね。なんないのかな。エルモ。エルモはどうやったら救えるんだ。なんかいた？トマト？これスラコ、スライムだと。柱がちな女の子、いつも赤面していたため赤くなったという説もなきにしもあらず。あだ名はベス。大丈夫、ベスは。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。和光ティーボ。黒白さん2回サブスクライブありがとうございます。ベスはいいのかこれ。え、やばすぎこれ。連打ゲーじゃん。連打ゲーじゃないの。あ、夜だ。早い。ダメか、これもう帰らなきゃ。あ、これ後ろ向いてるときに後ろからしばく？違うのかな、どうだろう。手数食えたからいいや。すごい殺され方したんだな、この人。あ、つままれた。スラコ。持ってかれた。2ラブ。だって死体からお金は漁っていかないとね。これ帰れるかな。やばいか。いやー、もう疲れた疲れた。なん、ちょっと待って、気になるけど、ちょっとやばい。
食わなきゃやってられん、これは。なんかいたな、今。だからめっちゃパン買えるじゃん。その気になれば。完璧。看板娘。そのなりで看板娘。食い倒れ。ちょ、お金回したな。ちょっと置いとこう。もうしゃあない、これは。これ帰れるかな。ギリ帰れる。やばいな、ギリ、もうギリギリ。ギリギリ無理、これ。いや、さすがにお金残ってんじゃないか。あ、耐えそう。なんやかんや耐えそう。これなんかしてんな、タオ夜。クッキーもらえるかと、おめえ、寝てるおばあちゃん起こすの？ちょ、クッキーくれや。え、ちょ、耐えるこれ。もうギリ、おぶな。ああ耐えたー。は？やっぱ夢の形変わってねえ、なんか。やべえだろ。何あれ。目閉じた時に見える世界じゃん。これもラブ、それもラブ、そして動物たちの魂からもラブです。クイダオーレ、千匹ミミズ、スラコ、おめでとう。無敵のラブがまた一つ捕まりました。これで無敵はラブレベル6、愛の半人前。次のレベルまであと2レベルが2ラブが必要。え、なんか超えんかった。 4と5超えたんや。やばい、何この色。大丈夫なの俺。日曜日じゃん。そうだ、おばあちゃんが入れたクッキーをあげるのね。ありがとう。え、めっちゃ夜を吹かせるんだが。めっちゃ夜を吹かせるんだが。吹かし放題だけど。どうしようかな、これ。タオをぶちかませるな。とりあえず他の死体が転がってないか見とくか。わかる、これいいのか。あの夢の中の顎の人、顎の人って名称はさておき、あいつに、あいつの言いなりになっていいのか俺は。いや、しかし言いなりにならなければ進まないのも事実。あいつ本当に信じていいのだろうか。太陽の日なんかあったっけ。メモんないとやべえねこれ。あ、太陽の日は散歩してんだわ、フローラが。右で違うっけ。とりあえず見に行ってみる。生ゴミなんかないかな。生ゴミは生ゴミなのか。誰だっけ。あ、パン屋じゃん。パン屋が一丁前に外歩いてるよ、みんな。それで新聞雑なコーナー。これカードもらえんのかな、この人。今日も切れてんじゃん。なんでこった。どうだ、目の前で家の扉が叩かれていけるの。パンはやってない日があるのね。なんか来た。やっぱ日曜は散歩してんだな。冷やかしに来ました。小鳥しばいてんのかな。この辺もお花でいっぱいにしたいな。花ライクなものないわ。この頃ワンダとよくお散歩したわ。それだけか。じゃあ下行けますか。
この人めっちゃ走り回っとるな。人ならざるものだけど。人って言っちゃうけど。キラドウどこにいんだろうね。てさ、カエルとキラドウをどうにかしたいけど。めっちゃ時間余裕できたな。いきなり。まあ、とりあえず、このまま下見て、拾えそうな魂拾っていく。お、ロッキー。結構金持ってね、今。どう？どこで見えるっけ？ステータスか？愛の半人前。俺790ネカ持っとるわ。これでけえな。投げてもいいな、噴水にな。投げれるなら投げたい。ネカアイテムでくれたらな、投げれるんだけど。投げれるだろうけど。財布から取り出す方法がわからん。あ、こっち、なくね？なくねっていうか、あるんだけど。知らなくね？これ。おー、キモいの！ほら、違うかんな。度胸座ってっからよ！ちっとも恥ずかしくねえぞ。そんじゃな。こいつ。飯じゃ釣れんか。この人は違うんだな。倒。これ強えな。これ強えわ、どうしよう。誰だ、初心者狩りだ、こりゃ。恥ずかしくないわだな、あいつ多分。なんか書いてる。フローレンス、ワンダ。え？おい、お前。森は生きてるんだ。木が泣いてるぞ。そんな落書きをして木を傷つけて、血の通った人間とすることか。この後の戒めのセリフを忘れた。姉ちゃんと姉ちゃんに怒鳴られる。帰る。なんで？何のラブだよ。何ラブ？ねえ、フローレンスワンだって。俺、タオ来るかな。ここ来るんじゃね？来ねえ？これ恥ずかしくないわ。どけよ。ダメか。え、タオ絶対来る。ほら。足速っ。え？え、消えたんだが。今のキャッチできたらめっちゃ奇跡じゃん。いや、マジか。え、マジか。え？あ、え、なんかあったわ。何してる？ほら。とりあえずこれでも食いな。違うって。なんだこれ。お盆の片割れじゃん。小盆だった。地方によっては霊を迎える神聖乗り物とされ、野菜等でその姿を巻いた置物を見ることができる。え、てかぶっ壊れてる。あ、そうか。お盆だ。小盆の生態。普段おっとりしてるが、子供の姿を見失って必死に探す良き親である。お盆、小盆。掘ってる？これ。いや、ダメだ。わからんわ。昼間に来てみるか。
ああ、いや、ラッキーパンチだね、これ、完全に。いや、まあ、計算通りですけどね。やばいっすね、これ。帰れるかな？え、誰これ？これはそうか。気持ち悪い、ほんとに。え、じゃ、これダメだ。デスクッキー食べよう。これ、貫徹か？最悪。なんだこれ。うわ。犬神マイマイ。犬を神と崇めるカタツムリ。お犬様が一声鳴けば、たちまち祈りの行進が始まる。どういうことだろう。え、なんかあるぞ。え？ちょ、まだ分からんな、これは。え？ちょ、分からんわ。分からんまま終わったわ。ちょっと。これ、帰れるか？うん、一周回ったわ、一周回った。いやー、もうちょっと超えたわ、山超えたわ。一番眠いとこ超えた。あ、眠ってきたわ、やっぱ。あるある。超えたと思って、超えたと思ったけど、またなんか、貫徹したら12時頃に眠くなってくるからね。それ来てるわ、今。ほらもう、貫徹だ。朝帰り。おばあちゃん、ちょっと今日のロゴボクッキー。え、これ一日寝る？ロゴボクッキーもらえる説ないか。え、てか早くね？時間経つの。殺されるって。え、これ大変だ。生き延びれるか。いや、もう最悪だ。おい、丸一日飛んだって愛の半人前だって、こんなん。おーい、ありがとうございます。朝帰りです。三日月の日は多分明日だね。あ、おばあちゃん、ちょっとクッキーもらわんと。まあ最初から下行くか、今回は。あざっす。舐めてるとしてるな。パンめっちゃ買うか。エターナルパンシステム使うか。これ愛溜まったらどうなんだろうな。でもゲージはもうほぼマックスいくってことは、愛が詰める下りそろそろ終わりそうじゃね。違う、これ気のせいかな。もう一周いけるぐらいやんのかな。謎解きはしなきゃいけないだろうね。いや、ここからか。ここからかい。とりあえずあれ、虹の順番に押してみるか。発電機。あと、お盆、小盆探して、変な下りもう一回見てね。そんな感じで今日のプラン。え、マショさん、サブスクライブありがとうございます。ララララララ。そう、アンテナ虹だったから、これ虹かなーっていう。レインボージェネレーター起動確認。あ！やっちゃってるよ。
そういうことか。やっちゃってるよ俺。なるほどね。はあはあはあ。え、恥ずかしいわ、どっか行ったんだが。出たの。この下り2回目。なんか今日席を傷つけて血の通った人間のすることか。あなたの居場所の方忘れた。兄ちゃんと姉ちゃんに怒鳴られる。帰る。はい、すごい速さ、アザス。ラブアザス。俺は今、裏方、やっちゃってるこれ。来たぜ。お、タオの石板いいの？そんな勝手に。びっくりした！びっくりした今！反射で捕まえたけど、普通にビビったわ。何の音かと思った。コボン。あ、コボンいなくなったから、オボンいなくなるよ。オボンが来るよ。コボンゲットだぜ。オボンでけえ！でかかったー。ああ、想像よりでかかった。オボンゲットは？ニラブー。え、めっちゃ入ってる。白羽の矢。埋めとこうぜ。骨。埋めれないのか。え、すげえ、いろいろあった。これ進むわ。俺他なんかやっちゃったことあったっけ？あの勇者に。え、こっちの、待って、恥ずかしくない方の岩、ぶっ殺されてね。大丈夫？生きてる？いなくなっとるわ。えらいもん見たな。下着をかぶるなんてな。さすがに動いちまった。え、伝説の兜。え、待って、あれ、パンツかぶってんの？あの人。伝説の兜とか言いながら。そういうこと、俺さっきそんなことさせられてたの？知りたくない事実を知ってしまうわけだけど。こりゃ参ったぜ。共感性周知。とんでもねえことやってたな、俺。知らんかったわ。次、とりあえず、月曜で、あれ来る、あ、ドラキーね。あ、違ったわ。看板だった。一回寝るか。犬、もろだでお前の。あ、こんなところで。ありがとう、助かったよ。いえいえ。寝ますか。え、なんか急にほのぼのしとるんだが。無敵な集めたラブは虹マシーン作動成功。モミのお説教を聞けました。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。オボン、コボン、おめでとう。無敵のラブがまた一つ捕まりました。これで無敵はラブレベル8、愛のインターン。なるほどね。え、次愛の正社員じゃん。愛の内定者か。うわ、完全に夜更かし可能になったわ。とりあえず石板見せに行く。
月曜日だから、まあ、三日月の日だから多分バーにいるんだよね、あれが。イビリクッキー忘れたわ。まあいいだろ、もうこんぐらいはクッキーとかいらんわ。はい、わしの故郷の石と似とるね。故郷で石が見つかった時はヘイガーさんの人が来て翻訳機で訳してくれたのに。ヘイガーの翻訳機はどこぞにあるんとちゃいますか。なるほどねー、なんかくんねえか。嫌だっすけど、冷てえな。そんなことしたらろくな答えになれねえ時代。こいつクソ、こいつクソ。はい押してもいいえ押してもディスってくるもんな。もうやってらんねえぜ。あ、これまだ寝てる時間か。で、ドラキーどこで死んでんだろう。あ、いやーちょっと大臣に届けるか。新聞読もう。こうやって勇者がいない時も日常生活続いてんだ。三日月の一面ニュース、我が国期待の勇者は、はい、まだレベル2。終わりだこりゃ。夜までどうしようかな。すいません、通ります。これ上げていいのかな。なんか大臣の計画、大臣じゃない、王様の計画に影響とかない？まあいいか、俺持ってても仕方ないし。どうぞー。はて、それは何でございましょう。いやいやいや、なんか完全に。いや、なんか言うてますけど、この人。心当たりある時の反応なんだが。ちょ、本読みに行くか。じゃあ、あいつの部屋に入れとくか。予選通ります。まあ、王様か吉田に見えるのもありだな。とぼける必要はあんの？え、崖こっちんじゃん。白羽のヤギ。おー、これもさっき見たよね。これ渡していいものかもわからんよな。王様と吉田に見せるしかねえな。吉田物知りだから。王様の名前なんだっけ。12世ってことを覚えてる。12世だっけ。あれ、なんか違う人いね。誰かいなかった。さっきの別の人か、向こうにいたの。あ、のんびりキングか。おっさん、どうすか、興味なさげ。これ興味なさげだな。あとは吉田か。吉田以外と頼りになる。そんなもんどこで拾ったん。やばいで、やばい匂いがする。陰謀の匂いやで。マジか。テマーさん2回サブスクライブ、ありがとうございます。え、これやばいやつか。大臣やべえやつか。あ、それ、越見タイムじゃないとダメなんかな。え、もう越見タイムじゃね？行くか。王様にチクったろ、この白羽の矢。白羽の矢で決定するってことは、つまりなんかを決める
無本ライクなことを起こすってこと？だからなんかとぼけてんのか。深まるばかり謎は。謎が謎を呼ぶ。ほら無本、無本みたいな。むむ、それは散ったばかりし、難しそうじゃん。かわいそうなら答えない。え、なんだそういう、なんだそれは。ダメなんかこれ。むむむ、それは散ったばかりし、難しいっすよ。わからんな。これ聞いとくか、大事に。あと、それは何でございましょう。はぁ、あ。おー、やっぱ全然違う反応。あ、じゃあもう使ったのか、これ。そういうね。じゃあ、あの、城の上にいたやつも、話しときますか。あれ、誰だ？今までいた？あ、いなくなってる？さっきいたよね、ここなんか。あ、こいつ？え、違うよね。なんかいなかったっけ？大臣ルーム行ったら、いるかな？あ、展望台の女も気になるね。いろいろ、まだまだ、わからないこと多いな。よーし。あー、俺いませんわ。とりあえず、今日はノーラブで終わりそうだね。バー行ってみますか。愛なき男はバーに向かうぜ。まあ、こんな俺ももう愛のインターンだからな。愛のインターンってなんだろう。この夜の BGM ないの。いいな。夜感、いいね。夜更かしして散歩してる感がいい。あ、カエルいね。いないか。あ、え、来ない？お、まんまと。おはよう。寝かがえる、救出するでちゅ。寝かがえるが落としたんだから、もう500寝かがれ落としてくれてんだろうな。150寝かでした。なんなら少ない部類だったんだけど。酔い越しの銭は持たねえんだろうな。お、いるわ。素顔じゃん。イビリーだ。仕事は門番、趣味はエアプレーン、そしてバツイチ。おいー。城内ビジョンについて話せん決まりだ。おいー。愛か。愛ってなんだろうな。王様が鳥を可愛がるのは愛だと思うか。もし鳥が王様に愛されて幸せというならば、みんな鳥になればいい。鳥になって餌をもらえばいいんだ。今日はちょっと飲みすぎてしまったみたいで余計なことを話しすぎた。酒の席のコール話どうか忘れてくれ。おいー。中南部長との発言決まりだ。おいー。ところで最近ずっと考えてることがあるのか、ちょっと聞いてくれないか。愛ってなんだろう。私の夢は家族と一緒に暮らすことだ。安らぎのある家庭、穏やかな太陽の日、家族で街を散歩する。私にとって愛とは家族とことだ。けれど私はバツイチのイビリー。ウェイ、愛と家族と平和と安心。どうだろう。大臣の命計画は街の者たちを幸せにしているだろうか。どうだ、お前はどう。愛ってなんだ。ええ。
町の小鳥たちについて聞きたいのか。誰もが餌をもらって安心しているみたいな。好きやけど、あの夜、今では誰もあの日の不安と混乱を覚えてはいない。勇者ドラゴンの物語が町の小鳥たちに安らぎをもたらしたということか。まあ人それぞれいろいろな生き方があるということだな。風船のそばで寝るのもいいんじゃないのか。俺はベッドで寝るけどな。勇者、帰るの勇者。まああいつもかわいそうなやつだ。幻のドラゴンを探して剣を振り回しているんだからな。あいつが街をどれくらいになるだろうか。勇者の装備は城に伝わる呪いの鎧。あれを切ると戦いに心を奪われてしまうのよ。硬い鉄の鎧があいつの心を閉じてしまうのよ。あいつは死ぬまで冒険の旅を続けるだろう。絶対に言うことができない鉄の衣を身につけ。勇者無敵。一体今頃。え？どういうことだ？どういうことだ？あいつは気楽でいい。私もあいつみたいになれればどんなにいいだろう。こっそり確信に迫ったぞ。だからあれか、犬が持ってたのか、矢は。どういうことだい？なんで死んだことになってんのかもちょっとよくわかんないな。お前、なんか飛んでったけど。勇者無敵。いや、わからんくなってきたな。ハッピーウッピーバリバリ島、リキュール飲んで天国に行こう。楽しいバカンスをバリバリ島でようこそ。バリバリ島でどうぞ。吉田観光事務局って吉田は何してんだこいつ。なるほどね。みんなが驚いてたのは。あ、でも死んだやつがいるからの驚きと大臣の驚きは別ってことか。何故。何故。とりあえず前進むか。次朝にして手紙届けないとな。下の方見に行ってみようかな。おばあさん。イビリ大事だったね。イビリめっちゃ大事だったな。どこ、ここお城だ。お城じゃねえか。どこだ。それもラブ、これもラブ、そして動物の魂がラブです。寝かがえる。あ、そういや、そうだ。キラトどこにいんだろう。あざす。酒で口軽いやつはやっぱやべえな。皆さんもお酒には気をつけましょう。もうずっと真っ二つだよ。もうかわいそう、これもう。エルモもいねえんだよ。エルモって。まあ、とりあえず、パンツかぶってるやつから、どいてくれた、あの人を超えて、先を見てみたい。
邪悪な気配の下りとか何だったんだろうな。じゃあ最初の下りで襲ってた犬ってあれなのかな、自分家の犬なのかな、わからん、あれ別の犬か。うわ、なんかサイケデリックな。あ、これあれか、森林の人。ちょっと待ちなさい、話し相手になっちゃくれ。おめえ話しかけたのによ。だこいつは俺の前に1個、今年65歳、仕事は大工の親方だ。親方だったと言うべきか。なんせ最近仕事してねえからな。ところで兄さん、愛ってなんだろうな。恋愛、家族や人類はいろいろあるが、どれもこれもはっきりしねえな。もしお前の相棒が変態だったらどうする？お前の相棒が変態だったらどうする？どうする？自分も変態になるか。そうだ、やっぱそうで、やべえことしたかも。あ、やべえ、あ、人一人の人生終わらせたかもしれない。俺はよう、生きるぜ、衝動のままに、欲望のままに。俺はよう、今無所に掘りてんだ、掘って掘りまくりてんだ。そういうわけで、俺はこの家を捨て旅に出るぜ。じゃあな、アーバよ。それ登った例だ、勝手にこの家使っていいから。あ、これ寝れるもしかして。じゃあな、ポッカ。風がピューッと、風の谷、うー、やばいわ、ここ。寝れんの？セーブポイントみたいな。ああ、そういうことか。なんか汚いのがいる。何これ？え？え？何これ？とりあえずガラクタあげたきゃ喜ぶだろうみたいな。うぅ！おぉ！それだったの？それ死体だったの？ミノさん！ミノさん！ミノさん、救っちゃった。誰だミノさんって。ポク、道しるべのポッカ、趣味は縛られることだよ。そして君の道しるべになりたいんだ。うう、ま、聞いて聞いて。北は何？北の洞窟を抜けるとキノコの森。勇者はそっちに行った。南に行くとトロピカルフィールド。ああ。ホロホロティーン。東は風がピューと風を飛ぶ。あ、そういうことか。おお、すげえ。喜ばれた。いや、気持ちいいのがいるなぁ。気持ちいいのがいるなぁ。これなんだ？あれ捕まえんの大変なのかな。まあ、とりあえず、荷物っていうのは頼まれ方があるんで、南向かいますけどね。タラコ？死んでる。これメイロだ。え、むずないか。あれ、これ別の場所？何これ。監視カメラ。これは何？私はおしべ、この花粉をプンプンしてやってくれ。花粉まんじゅう、宝山団子みたいな。え、旅バイバイの時間だよのやつだ。いろいろあるな。トミー。夜行性の生物。キリキリムシを食べていき、驚くと奇妙な鳴き声とともに逃げてしまう。カンタどこだ？これもしたい？何これ？葉っぱ様。葉っぱ様は滅多に姿を見せないと言われている。だから葉っぱ様の姿を見た人はとても運のいい幸せな人だと。これ？葉っぱ様。違うか。博士の家どこだろう。あ、なんかいる。
死体より先に見つけちゃった。あ、シュイン。はなちゃん持っていかれた。おー、ラブラブ。200ネカだって。めっちゃ持っとるわ。どこぞの買えるように持っとる。いや、博士の家あるこれ。さっきの上の監視カメラのとこか。夜来ちゃった。葉っぱ様いねえかな。あ、トミーいねえかな。あ、トミー、トミーは？いるな。え？どういうこと？驚くと逃げるの？驚かんといてほしいんだけど。え、うまくない？答え見つけちゃってね。え？え、答え見つけちゃったね、これ。お、うますぎる。キャッチがうますぎる。トミーゲットだぜ。目ん玉掴んじゃダメでしょ。やっちゃってるよ、それは。あさす。いや、サンラブ。葉っぱ様！葉っぱ様はいつもそこにいるんだ。姿を見せないだけで。葉っぱ様。え、全然見せてくんないじゃん。ダメか。これ多分研究所だな。ヘンリーの劇大プログラム。え、ちょ、やめといた方がいい、やめといた方がいい。あーこれは大変だ。え、あー、よかった、死んだかと思った。そんなん、あれなんだ、どうやって、なんか開ける方法があるのかな？完全に死んだかと思ったわ、今。あ、これ、もしかしてめしべ？開きそうだけど開かないの。花粉をプンプンして。これやるよ。これ私の根っこが彼のとこまで開通した。あ、これ、あれか。ゲートか、つまり。ポータルができたってことか。そういうことだね。とりあえず寝るか、一回。明るいな、この写真。お、ニッカとポッカ。あー、相棒が変態だったらってそういうこと？あー、こいつやったんやな。まあ、そうだろうね。おやすみ。なんだこれは。無敵の集めたラブはニッカのラブ、ポッカのラブ、それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からも、ハナちゃん、トミー、ミノさん、アザス。ラブレベル10、愛の黒帯。愛の黒帯になりましたね。愛が吹けよ。ということで、研究所を目指しますか。というところでね、今日は一度終わりたいと思います。
デイリークッキーもらえないのつらいね、ここ。まあ、クッキーいらないぐらいまで成長したから、まあ、大丈夫なんだろうけど。あ、いつもより長く配信した気分。してるけど。2時間半か。久々に2時間半も。一人で配信したな。早ない？あ、どういうこと？ちょっと、どういうこと？今の。早かった？今時間進むの。起きた時が何時だったか覚えてねえや。まあいいや、とりあえず、なんか夜になるの早かったよね、今。気のせいか。あ、ちょっと早く、あれか、寝た時間によって、あれが違うってこと？まあいいや、とりあえず今日は終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。